浜岡歯科クリニックのご紹介と初診の流れをご説明させていただきます。当院の初診時の大まかな流れは、お電話でのご予約、受付で問診票を記入、トリートメントコーディネーターによる初診カウンセリング、歯科衛生士による検査、歯科医師による初回の処置、再度トリートメントコーディネーターによるカウンセリング、以上が初診時の流れです。その内容を詳しくご説明しましょう。すいません、初めてなんですけれども、今日見てもらうこと、まず当院へお電話でご予約をお取りください。できるだけ患者様のご都合に沿った日時でご予約をお取りします。今日は午後なら行けます。事前にお電話でご予約をお取りいただいた方が待ち時間が短くなります。では今日の3時にお待ちしておりますね。よろしくお願いします。失礼いたします。こんにちは。こんにちは。すいません、先ほど予約した谷口なんですけど、今日って初めてなんですけど、ご覧いただきましたら受付でお名前と初診であることをお伝えください。保険証はお持ちですか？また保険証を提出してください。保険証がない場合、初診時の治療費用は自費扱いとなりますのでご注意ください。次に問診票の記入をしていただきます。ご来院の理由やアレルギー、体調など診療に必要な項目にご記入いただきます。お悩みやご希望も合わせてご記入ください。浜岡歯科クリニックでは、患者様のお気持ちを理解してしっかりとしたコミュニケーションを図るために、専門の知識を持ったトリートメントコーディネーターがカウンセリングさせていただきます。患者様のご要望やお困りのことなど問診票に沿ってお聞きします。また当院の診療内容や当日行う検査についてもご説明いたします。どんな些細なご質問にも丁寧にお答えしますので、お気軽にお尋ねください。カウンセリングが終了すると、必要な検査を順番に行っていきます。歯周病検査、口腔内写真撮影、レントゲン撮影、虫歯検査を受けていただきます。検査終了後、担当歯科医師から検査結果について丁寧にご説明します。ご質問があれば遠慮なくお尋ねください。お痛みや心理的な問題がある場合は応急処置を行います。当院ではカウンセリングでお聞きした患者様のご希望に沿いながら、できる限り痛みの少ない診療を行っておりますので、ご安心ください。治療お疲れ様でした。処置終了後、再度個室のカウンセリングルームで同じトリートメントコーディネーターが本日の診療についてお話をお聞きします。率直な感想をお聞かせください。お会計を済ませていただき、次回のアポイントをお取りします。16日の3時はいかがでしょうか？これで初日のすべてが終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私たち浜岡歯科クリニックは、どなたにも通いやすい医院を目指しています。ご家族で通えるかかりつけ医院になれるよう、地域に密着した医院の環境づくりに努めています。お気軽にご来院ください。当院では来院された患者様の現在の状態やご希望をお聞きすることから全てが始まると考えています。歯科診療を受ける前は、痛い、怖い、高額、待つ、診療期間が長いなどの不安が多く、
できれば受診したくないと思っておられる方が多いのではないでしょうか。その不安や心配を少しでも軽減できるようにとカウンセリングを行っております。当院で治療を継続して健康な口腔を保ってください。